心地よくで楽なんですよ。もっと楽になっていいよって。あと許可してある。うん、入っているからね。すごい通り抜けてきて、まだ通り抜けてる。うんうん、いいですよ。どんどんね、豊かさを受け取ってください。本当の戻っていってるから、うん、深呼吸して馴染ませてもいいですよ。ちょっと遠くて、うん、すごいね。だからそれぐらいすごいね。愛が分からないほど愛を分かってるから、うん、これ感じていいんですか。うん、いっぱい感じて宇宙って無限だもん。無限で豊かさもね、うん、とってって、うんうんうん、たくさんたくさん受けてきて、すごい、もう拒否してたのだったんですよ。受けたく、もう与えたくて仕方なかったの、うん、受けてくれたって、うん、すごいうちも喜んでる。喜んでる。すごい喜んでる。受け取ってよかったんですね。受け取ってよかった。受け取って欲しかったの。そう、欲しかったの、うん、すごい喜んでるんですよ、うん、すごい喜んでる、すごい喜んでる、うん、体が、うんうん、頭じゃなくて体が、うん、のが分かる。すごい震えて、細胞が震えて、うん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 、すっごい。よかったね。わからないよね、やってたから。もうこれを拒否してたんですか。そうですよ。もうやっと両思いになれたんですよ。全身で、うん、頭以外が喜んで、こっかりしたね。脳はバカだから喜んで、ね、満たされてね、ほとんど高いがありがとうって言ってる、ね、本当に、うん、うわ、どんどん受け取ってください。どん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 受け取ってる、うん、惜しみありますよ。惜しみなくて、すっごい流れてる、うん、地球のための、宇宙のためになるんですよ。受け取ることでね、すごく貢献してるんですよ、地球と宇宙のために。
この感覚どういう風にしたらいいんですか。ビリ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 ずっと流れてますか。おすごいですね。すごいです。それだけ受け取ってなかったってことですね。だから今流れてるからそれ十分感じてください、うん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 、止める必要ないですよ、うん、どこに流していってるんですか。もう自然に流れてます。自分の体に全部入ってるから、はい、循環してる、うん、循環してるっていうのを感じてください、うんうんうん、今まで2分じゃなかった。あと流れ出した血液なのにね、流れ出したんです。ただ見ように、任せるだけでいいです。うん、それがどんどん慣れてくるから、馴染んでくるから。バランス。太陽がすごい今。まだ流れてる。うん、流れてる。だって今まで多分映って受け取ってない分を、もう、神様がね、すっごい循環してるから。すっごい循環してるから。うん、そんなに体感するもんなんですか。私もすっごいビリビリする、ビリ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 、ジンジンするでしょ。ジンジンする、ビリビリきたい、本当にする。目に見えない、どっかが悪いんじゃないんですけど、違いますよね。悪いです。自己否定しないと全然そのまま負けるから思考がちょっと入ってる。せっかく止まってたのに。じゃあ次、整列券の神様、整列券お願いします。宇宙空、クリスタルの滝が自分の体を洗い流す、浄化する。どう、クリスタルの水、うん、キラキラした水って思ったらいいですか。キラキラした水、滝のように自分を囲む、その自分の体を浄化している。それをセオリツ姫様にお願いしたらいいですか。お願いします。セオリツ姫様、本当に顔がね、上がってこう、ほっぺたが、いやいや、目が可愛らしい目になってる、なんか、お目目がパッチリ、なんか可愛い。でも多分ね、力が出ない。いいよ、いいよ。だってもう今までね、今まで頑張って硬直してたから。一回力が抜けてるから、それはそれ、入れなくて大丈夫。そう、入れなくていいよ。今までね、ガチガチに緊張してたの。子供みたいになってるなんか。そうそう、小学生みたいな感じなんですよ。メルンか。可愛い。小学生の私。そうそうそう、本当だね。ねえ、純粋な子供の頃の。あの頃は全て受け入れてね、素直な自分だったって。今まで緊張してたの。余裕が取れた感じかな。ねえ、もう戦わなくていいよって。いいよ。戦わなくていいよ、攻撃して守らなくていいよ。もういいよ、もういいよ。今まで頑張ったね。本当に頑張った。これで良かったんだ。そう、全部いいの。だってこれを体験するために来たんだもん。だからありがとうなんですよ。ありがとう。地球存分に楽しめたよ。なんか、今は本当にごめんねっていう、ね、ちっちゃい自分、本当に、申し訳なかったなっていう、ありがとう、伝えてあげてください。許してね、愛してるよ、の言葉最後に愛してる、愛してる、いいよって。よかったね。
よかったね、みんなと同じ目に慣れてる。かわいい、かわいくなった。本当になんかそれでだから鏡見たくなかったんだな、自分の顔が本物の顔してなかったから、今からは見れるようになるかも、なりますよ、鏡持って歩くやない、鏡持ち歩いてないですよね、今ね、だって今まで仮面かぶってたんだもんね、そりゃ鏡見ても見たくないですよね、そうだった、外したね、かわいい、幼い、すごい、かわいい、素顔はこんなにかわいい少女だったのね、統合したね、その子は、統合したよ、嬉しい、嬉しい、嬉しいね、めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しいです、その子が喜んでるから、喜んでるぴょんぴょん跳ねてるもん、めっちゃ嬉しい、取れた、邪気が、だってやっぱ最初邪気があったもん、あった攻撃があった、うん、あった、攻撃があった、あった、守ろうとする攻撃だったんで、自分を守るための、守るため、そうだってもう攻撃しなくていいんだもん、だって力抜けるよ、戦わなくていいんだって、まだまだ入んない力が、力はもう入れなくていい、鳥肌が立ってね、ほんとね、頑張ったね、本当に頑張ってた、すごく頑張ってた体がね、もう いないですよ、もう、本当だ、本当にすっきりした、敵はいないんだよ、本当に芯が緩んだ体の、ずっと力入ってたんやろね、今まで揺れる、ね、背中が痛くない、わーすごい、ちょっと待って、もしかしたら腰も痛くない、ちょっとしてみて、え、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってちょっと待って、腰が、腰が痛かったの、腰痛だったの、あ、嘘、本当ですか、ちょっと待ってえ、あ、多少はあるけど、いいよいいよ、いいんですよ、いいよ、歩いてみて、ちょっと歩いてみて、走ってもいいよ、走って歩いてみて、疲れが取れた、なんかね、歩くときに、はいはい、なんかわからん疲れがあって、歩きづらかったのが、取れたと思う、ちょっと外出て歩かんとわからんけど、いいですよ、もうそれ徐々にだから、これだけで痛かったんやけど、あ、そんな痛みがなくなる、もう今は動くだけで、どんどん取れていく、だってさって今まで緊張してたからさ、そうなるよ、痛みが入ってたらそうなるなるなる、ゆるゆるにね、今ちょっと待って、50肩が、手上がってるよ、手上がってる、ちょっと待って、まあ、多少残ってるけど、あ、全然いい、全然いい、あ、体がね、ほぐれている、体に出てたもんね、出てたんだ、繋がってるから、全然背中が違う次元に行きましたあ、よし、抜けてたね、ファーってあー、でも統合してたからね、来ましたね。来ましたね。すごい、全然違う。いや、顔でしょ。顔、あ、今度ね、ちょっと力強さが出た。顔に力が入ってきた。でも今力が戻ってきた。前と違う力が。背筋が伸びる。伸びるね。すっごい引っ張られる。顔がね、生き生きしてる。あ、ちょっと。目力が。すごい、どうしよう。あ、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。すごい、もう目が別人になって、え、この状態がずっと続いてるんですか。そうですよ、そうなるんですよ、そうなるの、ちょっと待って、これすごいわ受け入れてくださいね、今までの人生ちょっともっと変えなかった、いいの、そうタイミング、今日のタイミング9月4日にそうなるって、2019誕生日ですね、今日は誕生日、ハッピーバースデーないぐらいの誕生日、ハッピーバースデーだいたい、今日決めたの、だから全
全部もうちゃんとね魂の予定通りもう本当に完璧なんですよ。本当にありがとうございます。本当にこちらこそ本当にこの強情な私を、でもその工場で完璧なんですよ。完璧だったんですよ。それを演じたの工場さんをね、そのふりをしてたんだもんね。工場を演じた私ありがとう、でも素はね素直だからね、素直なのは分かってたんですけど、ね、素直で、あの面白くて可愛くてね、それで生きていけるんですね。じゃあ生きていける、愛されてるって決めてるから今これを、これを具現化してる、入れるだけ。ああ、そういう、全部完璧だから、今までの生まれてきてから今までの時間かとかもう、そんなこと考えるだけも本当に無駄なことなんです、もう完璧だったんだ、私ってすごいって、私すごい、本当世界がなんか変わるでしょ。なんか別の世界に来たみたいですよ。なるほどね。これが覚醒ですよ。したんですか。もうし、覚醒をさっきした、さっきした。した今じゃない。さっきした。したんですか。だって顔が軽いんだよね。なんか自分筋肉がちゃんと動いてるね。カクカクってなってないもんね。笑顔が作りづらかったんですけど、作ってないもんね今ね、自然、その感覚が何よりの証拠。もう覚醒したんですかって聞くまでもない。もうその感覚がそのもうね、証拠、相当嬉しいんですけど、教えてくれてる、体が教えてくれる、体がね、本当によく頑張ってきてくれたなって思う、よく病気にならずに持ちこたえてくれたなと思って、感謝。ねえ、普段だったらもう本当生死に関わることとかならないと気づかないかですからね、内側に。それしなくて、そこまで行ってやっと。そう。もうそれをしなくて私は目覚めるってもう決めてたから。うん、簡単って思ったら本当に簡単になるんですよ。難しくしてるのは自分だけなんですよ。おめでとう。ありがとうございます。ねえ、軽い。軽い。軽い。本当、ライトボディってこのことですか？ライトボディ。ライトボディ、ライトボディ。めっちゃ軽いですよ、本当に。肩が。顔と肩と。肩さっきやっぱりグッてなってたもんね、引っ張られてる感じでこう、めっちゃ軽い、重いものを背負ってたんですね、背負いたかったからね、背負いたかったですね、だって地球に来たんだもんね、そうよ、もったいないもん、それ地球に来てるからそれを経験しないと、もったいないです。すごい効きましたね、あの太陽の、あれすごいですよ、太陽だもん、太陽めっちゃ高いんですよ。でまた玉ねぎの皮だから、またね出てきたらあの同じような感じでワークやってみて、わかりました、それを繰り返しやることでね、それにねその体が教えてくれるから、あなんかまた出てきたから、どんどんもうね、本当に軽くなってきて、直感とかインスピレーションとかもどんどん強くなってきて、自分のイエスとノーが分かってくれるようになってくるから、違うと対話しだしますよ。綺麗なとか、日常とかのなんかバッてまたここ出てくるから、それを高い日常に自分の、それを否定しないでくださいね、出てきた自分は、また出てきたな、ありがとうって言って出てきてくれたから、ありがとうって言って。出てくるってことはちゃんと向けるチャンスなんですよ。全部もうこれもうね、幸せになる以外ないからで、ね、もうね、
ってるみたいな。そう、小さくなるしかないですもん。本当にもう悪い、もう、ね、戻ることはまずないです。戻ることはない。じゃあちょっと最後に一言感想いただいていいでしょうか。あ、もうで、いや、もうさっきのもうそうですか。まあ、自分にもできた、うん、自分にもできました。できた、この感覚だったんだっていう、うんうんうん、たまに軽く感じることはあったんですけど、うん、それが正解かどうかわからなかったんですけど、ビリビリ感とか、うん、スーッと頭が持ち上がる感じとか、うん、感じて許していいんだっていう、自分に許すだけでよかったんだっていう、うんうん、そこを頭で考えて止めてたところがあると思うんですけど、許してよかった、全部許して、うん、呆然としてます。頭今思考いいですよ、思考停止してるんです。思考停止になりますもん、感情をちょっと教えてもらったら今こっちがし、ね、うん、もう、うん、思考停止感じるまま、うん、ありがたいのと嬉しいのと、うん、本当に感謝しかないです。うーん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。おめでとうございます。どうでしょう、かわいい、かわいい、かわいい、本当に本当こんなに無邪気だったのね。色が白くなった、あ、本当に、うんうん、表情がパッと明るくなってる、自分で分かりますよね、うん、後で鏡見たらいいです、うん、全然顔、なんかね、目がね、うん、お目目がね、こういう、なんかそう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 、うんうん、か、三日月みたいになってる、そしてなんか優しいお目目になってるし、すごい、目が綺麗、その最初におっしゃった私たちのことを見て、うん、目が綺麗ね、うん、同じ目になって嬉しいです、うん、嬉しいです、うん、本当に。さあ、覚醒者になった喜びをもう一度、ちょっと待ってください覚醒者ですよ、覚醒者ですよ、覚醒者になった喜び、これからどうしていきますか。覚醒者です、覚醒者としての自覚を持ってる。うん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 、何をしたいですか。うん、やっぱ自分発信で、うん、覚醒っていう言葉を使わずに、うん、気づきっていうことを、うん、気づくっていうことを人に、うん、広めていくって言ったらまたおこがましいんですけど、うん、あの仲間が増えたらいいなと思います、うん、同じ視点で見れる仲間を増やして、うん、もうここにもいるから、うん、仲間ですよ、うん、ここに、うん、常にそうですね、うん、そういう人を増やしたい、やっぱ自分をやっぱずっと大事にしていきたいっていう、素晴らしいです、うんうん、まずはそれです、はい、自分を大事にしていきたい、うんうんうん、です。はい、ありがとうございました。そしておめでとうございました。ありがとうございます、うん、本当にありがとうございます、ありがとうございます。